花子は失礼します。よ、前です。6月が来てしまいました。ですね、リバウンドしましたのでダイエット始めたいと思います。で、今日は6月4日なんですよ。ほんまは6月1日から始めたかったんですよね。今月6月頑張るぞみたいな感じでやりたかったんですけど、絶賛風邪ひきましてですね、もうほんまに瀕死状態だったんですけど、瀕死状態から抜け出しまして、今もう鼻声だけになったので、ちょっとダイエットで始めていこうかなと思います。私風邪ひいたら目バキるらしくて、すごい目になってると思うんですけど、許してください。で、またこいつダイエットやるのかっていう感はちょっと否めないんですけど、動画を出してみんなと頑張ってるって思わないと頑張られへんね。私ちょっともうどうしても甘えてしまうから、だからちょっと動画をね回させてもらってます。前1月に7キロリバウンドしましたみたいな感じでダイエット始めますって言ってダイエットして、で結局5キロ約5キロ、まあ 4. 点何キロとか痩せて終わりました、引き続きダイエット頑張りますみたいな感じで終わったんですけど、もう絶対頑張ってなくて、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつやらなくなって、もう今何もしてない。マジで筋トレの気の字もしてなくてですね、ひたすら食べておりまして、このざまですわ。なのでちょっとダイエット動画撮って、ちょっと気合入れ直そうと思って今回撮影いたしました。普段食べる動画をたくさん出しててですね、出すようにしてて、ひたすら食べてるんですよ。でも悪食イエーイとか言ってひたすら食べてるんですよね、その動画では。でも私めっちゃ太りやすいから、その他で調整してなんとかこう保ってたんですけど、ちょっとね、旅行とか行ってちょっと食べちゃったりとか、歩きとか行ってちょっと食べちゃったりとかして、今まではメリハリつけてやってたけど、ちょっとあまりにもメリハリがなくなってきすぎてて、でかつ取っていく体重にももう目をつぶることもできなくなってきたので、6月とか、まあ今から1週間、今から1ヶ月ね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。なんかさ、やっぱり太っていくと鏡に映る自分に自信がなくなってというか、自分がめっちゃ嫌いになっていって写真が撮りたくなくなるのよ。で SNS、 そのインスタとかの更新も途絶えて、もうインフルエンザとして終了みたいな。だから私のインスタの更新が止まってんなって思ったら、あ、ちょっとリバウンドしてんのかなと思ってくれて大丈夫なんですけど、結局そのメリハリをつけて自分なりに頑張れてないと、こう太る、自信がなくなる、やけ食いみたいなの、この負のルーティーン、結局めちゃめちゃ病んでいくみたいな。でそうなると好きな服とかじゃなくて体型を隠す服しか着ひんかったり、まあ、それこそ写真撮らへんくなったりとか、ストレスとかでこう余裕がなくなったりとかで、どん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 自信がなくなっちゃって、なんか他の SNS とかめっちゃ見たくなくなったりとかするね。他の SNS 見たらもう細くて可愛い人ばっかやんか、だからうわっとか思っちゃって、なんか見られへんくなっちゃったりとか、あとなんか自分に甘えること、もう今日はいっかとか思っちゃったりとかすることがめっちゃ多くなっちゃうから、ちょっとやべえなっつってなんか普段さ、食べてる動画出してる分、食べたいのか痩せたいのかどっちなんみたいな感じで思う人もいると思うんですけど、私はもう美味しいものを美味しく食べるために痩せてますから、なんか普段さ、こう筋トレとかめっちゃ頑張って食事も管理して、こう健康的な生活を送ってる中で、こう美味しいものを食べたり自分の好きなものをバーって食べた時の幸せってもうすごいから、美味しいものを美味しく食べるために普段のダイエット、まあ、健康的な食事とかは頑張ってるので、もう本望って感じ。動画の撮影の時はあれなんですけど、メリハリをつけて楽しみたいみたいな。しかも今年はビキニを着るんですよ。去年初めてビキニを着て、うわやっててよかったな、ダイエット頑張ってよかったなと思ったから、一回限りで終わらせたくないよね。水着とかも着たいのを着たいよねっていうことで、このままじゃいけん、肉乗ってんのよ、肉が。なのでまあダイエットっていうか、まあ、体を絞るのはもちろんなんやけど、私腹筋をつけたくて、だからちょっと1ヶ月間腹筋をね、今日から1ヶ月間頑張っていきたいなと思っております。あ、でもなんか動画上分かりやすいから、こうサイズ、体のサイズとか体重とかを渡すんですけど、あくまでも私見た目重視、まあ、動画とか撮ってないと体脂肪しか測ってないぐらい見た目重視のダイエットを普段してるので、あくまでも参考程度にっていう感じなんですけど、体重ってさ、ほんま自己満やから、自分基準で全然いいと思ってる派なんですよ。私は自分が一番健康的と思う体重とか、自分が一番自分で入れるとか、なんか自信持って入れるとか、好きな体で入れる体重で入れればいいと思うんで、あくまでも私の場合感じで見ていただけたらなと思います。でも私この前のダイエット終わってから、運動っていう運動マジでしてなさすぎて、どうしよう、ああ後悔してる今。でさ、この前さ、旅行終わりに体重体脂肪測ってやんか、まあ、旅行終わりやから体重増えてるっていうのは分かってたんやけど、体脂肪めちゃくちゃ増えてて、体重もまだ50キロ台に戻っててさ、これはやばいみたいな。だからあれ、まあでもそんなこと言う前に体重と測ればいいんだ、測っていきましょう。
け。ということで体重体脂肪サイズを測っていきたいと思います。裸になります。よろしくお願いします。失礼します。にぃ、はい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 、はい、こちらでございます。体重 52.1 イエイエイ。そして地獄の体脂肪が 28.2% でございます。増えとるやないかい。風邪ひく前さ 48.3 キロとかやったのにさ増えてるんですけど、ちょっと動揺隠されへん、どうしよう。普通さ風邪ひいたりとかしたら食欲なくなって体重減るやんか。私食欲めっちゃ増えんねんな。しかも爆食企画も取ってたから、まず私が一番痩せたい腕から測っていきたいと思います。腕ってさどうやって痩せるの。25センチ、 24.1、 次ウエスト63で、太ももが右51、 48.2。 左右差やばすぎ。肩幅とか測れるんかな。 40.5、 肩幅平均女性 34センチ。 嘘やろ。ちょっと見てなかったことにしよう。よいしょ。暑い。今日めっちゃいい天気。なんか最近雨続きやったんですけど、今日はめっちゃいい天気なのか。はい、ということで以上体重とサイズでした。いかがでしたでしょうか。で、あの生配信では伝えたんですけど、ダイエットチャンネルっていうのもあって、そっちでダイエット系出していくねみたいな、もうこっち側でダイエット系のことは一切出さないよみたいなこと言ってたんですけど、あまりにもちょっと回らなくてですね、ちょっとあの親の病気の関係でお金が必要になってしまって、お金を入れる額が多くなって、普段の仕事、普通の仕事の方をちょっと今増やしててですね、その夜勤とかも含めて、あまりにもちょっとこっちが回らなくなってきちゃってるので、ちょっとメインの方で最近上げさせていただいてます。ほんまにすみません、登録してくれた方。でも親の予定はもう落ち着いてて、もうちょっとで多分お金も落ち着くと思うので、ゆっくりねちょっと更新していこうかなと思ってます。ダイエットチャンネルの方はダイエット Vlog とか、なんか結果とかはこっちで出して、その様子とか食べてるものとかに関してはそっちで出そうかなとも考えてはいるんですけど、回るかわからなくて、今のところはこっちで出させていただいてます。もう今年はね、自分磨きの年にするって決めた以上、私はビキニ着ないとちょっと後悔する。頑張ってちょっと痩せたいと思います。私的に、私が一番動きやすい体重が45キロとかやから、早くそれに戻したいんですけど、ちょっと爆食企画とかしながらのあれになっていくと思うので、運動をメインでねちょっと頑張りつつ、食事管理も頑張りつつやっていきたいなと思っております。自分磨き、まあダイエットはもちろんやけど、自分磨き頑張ってる人ね、一緒にちょっと6月と7月頑張っていただけたらなと思います。頑張ろうみんな。すごい鼻声やけど、私はめちゃめちゃ元気です。ということで最後までご視聴ありがとうございました。風邪に関してはもうめちゃくちゃ元気なのでご安心ください。この前の1個前の動画でコメントねたくさんいただきありがとうございます。みんなも体調管理には気をつけて、自分磨き一緒に頑張っていきましょう。水着待ってろ水着。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。